さて県は病床の逼迫で新型コロナウイルスの症状が出てもすぐに入院できない患者が出ることを想定し、入院待機ステーションを長岡市内に開設します。今日報道関係者に内部が公開されました。こちらが入院を待つ方が待機する部屋になります。酸素投与などができるほか、酸素飽和度などを自分で測り。 何か異常がありましたら、医療従事者の方のタブレットに通知が来るようになっています。県が解説し、長岡市医師会が運営する入院待機ステーション。感染拡大による病床逼迫で入院が必要とされる中等症患者でも、すぐに入院できないケースが出てくると想定し、入院先が決まるまでの間、一時的な医療処置を行います。 利用者がいる場合は、医師1人と看護師2人が24時間駐在。対面での診察で、自宅療養か入院か最終的に判断します。定員は最大20人で、基本的に1泊の滞在を想定しています。医療機関にとっては、看護体制が手薄な夜中の緊急入院が避けられ、負担を減らすことにもつながります。 翌日の入院で十分だろう、ただ患者さんから見れば、早く安心したい、そういった方の受け入れ施設といいううふうに考えています入院待機ステーションは、今週中に開設される予定です。